ここで私にできることはないわね。今連絡があった。それはシベリアに初めて降り立った日に起こった。アフガニスタンで過ごした2年、インドネシアでの1年、その時には起こらなかったことがこの氷上の地でついに起こった。銃声、殺したのは俺。何かを懇願するガキの目から正気が失われるのを見ていた。ロシア人じゃない、人種なんて知るか。隣にいてただ見ていた。直前までそこにあった命が消えて、ただの肉になった。雪の上に吐いたものがガキの血と混ざり合う。ガキはただの肉になり、俺はまだ生きている。コンスタンティン様からは特別な任務だと聞かされてきた。神の任務を遂行するのだと。その意味がようやく分かってきた。コンスタンティンが収容所を出てこっちに向かってる。到着する前に何とかしないと。おい、誰か聞こえるか。くそ、通信を復旧させないと。そうした俺たちに向かってきやがった。あんな連中をよく生け捕りにできたな。あいつら何なんだ。最初の調査で古い村があるのは分かってた。だがただの農民ですんなり降伏するだろうと思ってた。農民だと？冗談じゃねえ。奴ら訓練されたゲリラ兵だ。ソ連の奴らを追い出したのもこいつらだ。ってことは当たり込むな。山に隠された何かを守ったとしたら間違いない。で、俺たちは何を探してるの？さあ、俺たちみたいな下っ端の知るところじゃねえが、大規模な作戦だってことだ。1年近く現場にいるが、こんなのは初めてだぜ。こんなに大々的な作戦はあの島以来だ。あの時は後片付けたからな。なるべく目立たないようにしろ。質問はするな。ここにいろ、見てくる。気を抜くな。一体どこから来たんだ。なんだ、ちょっと見てくる。了解。何か上に誰かいるな。敵だ。援護する。
しそうね。
木箱は火からできるだけ遠ざけた方がいい。急げ。木箱には弾薬が入ってる。数は多くないから慎重にな。通信が復旧するまでは気を抜くな。それまで自分の身は自分で守るんだ。コンスタンティンのヘリだったぞ。こんなとこで何やってんだ。さあな、尋問のために先住民を一人受け取りにしたらしいが、こっちは三人もやられてる。司令部は状況を把握したいんだ。コンスタンティンはミスを許さない。誰かが責任を取らされることになる。実弾を優先し、食料とは別にしておけ。すぐ手に取れるところにあった方が良さそうだ。イエスサー。かつて食料がほとんど燃えちまった。今回はこっちの負けかもな。防衛線の周りに罠を仕掛けよう。では奴らを少しは溶かしてやれる。ソ連のプレートです。レーニンは生きている。今も、そして永遠に。この配置を知ってたの？もう何度もやってきた作戦なのに。楽な作戦などない。トリニティはいつも同じような成果を求めるから。違法性の高い仕事を受けてしまったことは分かっている。お前が不満に思っていることも分かっている。だが断れなかった。ずっとトリニティ教団の仕事がしたかったんだ。彼らは独立していて金払いもいい。仕事だって豊富にある。で今ここにいるんだが、もう逃げ出したい気分だ。俺たちが今いるのは人里離れたソ連の廃棄施設だ。下っ端には正確な情報なんぞ与えられていないが、ヤバい連中が核兵器を手に入れる手伝いをするのかもしれない。そうでなくてもヤバいことに決まってる。正直なところそれが一番楽観的なシナリオだ。このメッセージが届いたらメールをくれ。安全なネットワークチャンネルを確保できた。
こんな任務だからもっと高いセキュリティが求められるだろうに、逆に言えばそのために俺を雇ったのかもしれないな。司令部、誰か聞こえるか。どうぞ。まだ少し雑音が入るが聞こえてる。どうぞ。防衛線の様子はどうだ。今のところ静かだ。火はまだ消えてない。誰かがポンプを止めに来るのを待ってるところだから装備は確保した。了解。先住民との状況が把握できるまでは全員厳戒態勢を保て。了解。誰かがここを通れば間違いなく分かるぜ。敵軍が来る。私は何週間も追跡して、何百もの人員が氷の上に鉄製の巨大建築物を作るのを見ていた。人員の多くは死んで、凍った死体がツンドラに散らかっている。葬儀もなければ埋葬も火葬もしていない。この新たな侵略者どもは残虐で、神をも恐れない奴らだ。あいつらは山にある貴金属を探しに来たのか、それともこれまでにここに来た奴らのように神秘の源に引き寄せられたのか。我々は再び戦争に備える必要がある。なぜか沈黙に徹することが強さだとか思って、この皆殺しに敵が
てるようなものだった。ここは任せていたはずだ。はい、ですが抵抗が激しく。お前は私の目だ。そのためにここに置いた。この作戦がどれだけ重要か分かっていたはずだぞ。ですが、いえ、はい、理解できない。ええ、お前のようなものに。苦しみを恐れるな。我々の目標はすぐそこだ。だが決して油断するな。もしうまくいけば新たな世界を奪って我々の作る世界だ。コンスタンティン、すぐに収容所に戻ってくれ。何かを知ってそうな捕虜が一人いる。忠実であれ。神秘の源の栄光に良くしたければな。誰か助けて。こいつはどうする。誰も手を出すな。また燃料漏れのようだ。
体何があった？もう50年も前に。よし、すぐに閉じよう。あの攻撃の後でこれ以上失うわけにいかない。分かった、任せてくれ。そこを押さえててくれ。もう少し力が必要だ。くそ、絶望がすり減ってる。ちょっと手を貸してくれないか。あ、分かった。全部なくなっちまう。どうだ。おい、動けよ。待て、力を入れすぎだ。ちょっとずつだぞ。ああ、完全に錆びちまってる。どうだ。漏れを止められるかはわからない。これでダメなら、新しいバルブが手に入るまでパイプを圧着するしかない。ここでスペアの部品が見つかるかどうか。オンボロね。こっちにヒューズはなさそうだな。
破壊する方法を見つけないと。他にもソ連のプロパガンダは、夜は我々にとって仕事の終わりを意味しない。コンスタンティンがいるわ。シリアで殺されかけた相手。あいつは凶悪で危険な男。しかも歪んだ信仰心にどっぷり浸かっているようね。どうも私には熱狂的な信者とぶつかる傾向があるみたい。まあそれもこれも領域の問題だと思う。不老不死の秘宝を追い求めようと思う人間なんて背景は大体同じだもの。無線で捕虜が情報を持っていると男が言っていたけど、前に出会った先住民の一人かしら。そうだとしたら何の情報だろう。トリニティは手段を選ぶほど甘くない。彼を見つけ出して聞き出さなくては。地元住民の信頼を勝ち取れば役に立つかもしれないわ。
っちから入ると気づかれる。他に入る方法があるはずよ。敵中に潜入して、奴らが山に豊富にある資源を探しに来たということを突き止めた。我々が守り続けている秘密については何も知らないようだ。鉄の道を敷いている奴ら、あれは捕虜、赤軍の奴隷だ。小さな都市を建設するために、鉄の道では今、巨大な機械が行き来して、さらなる奴隷や食料や資材を運び込んでいる。私は仲間の元に戻らなければならない。攻撃の作戦を練るために奴らが山に到達する前に甚大な損害を与えることができれば諦めて引き返してくれるかもしれないから。撃つな、敵ではない。燃料タンクを失えば彼らは明日も行く。だがそれで諦めたりはしないだろう。何者なの？後になればわかる。知りたければよく聞け。我々はなんとか古い電波塔を破壊できた。しかし奴らはまだ中継機で連絡を取り合っている。それを遮断しなければ。手を貸してくれれば君は信用できるとみんなに伝えよう。ちょっと今別の問題があってごめんなさい。ではお前は敵でも味方でもないということだ。お互い邪魔にならないようにしよう。ロスはどうしても私に銃の撃ち方を教えたいらしい。そこで今日レッスンを受けたのだが、私はどうしようもなく下手だった。私は常々現場では頑丈な棒と丈夫なブーツがあれば間違いないと言っている。武器ではなく言葉を操るのだと言うと、ロスは笑って突進してくる野牛を止めるには何と言えばいいのか教えてくれと言う。だから私は野牛を止めるのは君の仕事だと答えた。教えようとしてくれたことには感謝しているが、おそらくこの先レッスンはないだろう。ロスはいつも私がママから鋭い目としっかりした手を受け継いでるはずだと言ってたわ。あの夏ロスは私に射撃を教えることにしたの。私は面白くなって瞳骨くらい没頭したわ。奴らはすぐにメインの電波塔を直すだろう。ぐずぐずしてる暇はない。まだ何か手伝える？あの中継機を壊すんだ。奴らの通信を妨害すれば我々の襲撃に素早く対応できなくなるだろう。君が壊してもいいし私でもいい。
任せるよ。見かけたら壊しておくわ。よし、もう時間がないぞ。情報を引き出さないと。コンスタンティンの手を煩わせたら機嫌を損ねるぜ。もっと厳しく当たろう。だが奴は尋問にかけては経験豊富のようだ。奴は異端の信者どものリーダーだから神秘の源のことも知っているはずだ。弱点を探せ。頭を使うんだ。この捕虜のことね。もしかして見つけられるかも。ロシア語ね。この近くを示す標識みたいだけど、はっきりとは分からないわ。you
トリニティが神秘の源について持ってる情報を突き止めないと。ロシア語ね。この近くを示す標識みたいだけど、はっきりとは分からないわ。
前回のテープがきちんと届いているといいのだが、お前のためにメッセージを残すのがますます楽しくなってきている。アナは私に折を見て本や論文から離れるべきだと言うんだ。そうすることでなぜ研究を続けてきたのかを忘れないようにするために。お前は私に遠くへ行ってほしくないだろうが、いつかは行かなければならないだろう。あとあと必ず実を結ぶはずだ。愛しているよ。しっかり勉強するんだぞ。研究が大切なものだってことは分かってるけど、あの頃はそう思えなかったよ。でも自立することと自分で自分の面倒を見ることは学んだわ。今思うと重要なレッスンね。通信用の中継機ね。トリニティが設置したんだ。